北朝鮮に強く自制を求め、関連措置をしっかり実施することを通じて、毅然として対応していく。北朝鮮は本日午後4時59分ごろ、北朝鮮の福ちゃん付近から一発の弾道ミサイルを東方向に発射した模様であります。発射された弾道ミサイルは約500キロメートル飛び、北朝鮮東岸から東に約350キロメートルの日本海上に落下したものと推定をされます。なお落下したのは我が国の排他的経済水域外と推定されます。詳細については現在分析中です。現在までのところ航空機や船舶からの被害報告等の情報は確認をされておりません。また本日午後6時21分ごろから国家安全保障会議を開催をし、情報の集約及び対応について協議を行いました。会議においては総理からはすでに指示のあった3点を改めて確認をするとともに、我が国として引き続き国際社会と連携し、北朝鮮に強く自制を求め、関連措置をしっかり実施することを通じて、毅然として対応していく趣旨の指示がありました。今後、日本政府としてです、ね、北朝鮮の対応のレベルを上げるお考えはどうですか。いずれにしろ我が国としては先ほど総理からも毅然と対応すると、そうした趣旨の話がありました。我が国としては北朝鮮に対して厳しく対応するというのは当然のことだというふうに思っています。今回のミサイル発射を受けまして、米国ですとか韓国の関連国とですね、電話の首脳会談などを行う予定はあるんでしょうか。現時点ではまだありません。ただいずれにしろ安保理の中でですね、関係な日米韓ですね、密接に連携していくことは事実であります。